こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です、えー。今日はチャットワークの使い方。まあ、これについて説明します。Amazon オーストラリアのセラーアカウントは、まあ、未完成です。セラーアカウントとかセラーセントラルシステムがね、えー、かなりまだ出来が悪いです。そのため頻繁に画面変遷が変わりますし、不具合も多いのでマニュアルはありません。出品方法や FBA 納品設定などはチャットワークで画面キャプチャーを送ってもらってナビします。 チャットワークの使い方の説明です。普通に文章を書いてね、アップするとか、まあ、添付のところはね、えー、割と皆さんわかるんですけど、まあ編集とかね、あとそれから引用、あとリンクの使い方、まあ、この辺がね、えー、まだなかなかわかんなかったり、えー、使い方知らないで、いまいち便利じゃないなと、ね、いうふうに思ってるか、またはね、LINE とか、えー、Facebook と同じだと、この編集とかね、えー、リンクとか引用っていう機能はありません。 チャットワークは、まあ、ビジネスで使いやすくできてるんでね、えー、この辺の、えー、タスク、あるいは編集、引用なんか使うと、まあ、かなりね、えー、すっきり見やすくなりますんで、えー、ぜひご利用ください。まず、この文書にね、えー、マウスポイントを当てると、この引用とかタスク、編集、リンク、点々点っていうのが出てきます。まあ、普段は出てこないですし、まあ、この辺は Facebook とか LINE にはないんでね、これで多分この機能を使っている方が いいいななのかなと思いますまず書き込んだ文章の編集方法ですね。これ書き込んだ文章にマウスポイントを持っていって編集をクリックします。そうすると普段文章を書いているところにこの編集したい文章が出てきますので文章を書くのと同じように編集してください。これだけです。で保存を押せば文章が直ってます。 次にメッセージを引用する場合ですね。えー、複数の質問をやり取りしていると、まあ、どの質問の追加の回答が欲しいか、まあ、これを分かりやすく質問する方法です。えー、私が、ね、メッセージ引用して、大体それに、ね、対する答えという形でやり取りしていますので、まあ、同じような形で、ねえー、この回答なんですけどとか、この質問の追加ですとかいう形でやれます。これは同じように、えー、文書にマウスポイント当てて引用をクリックしてください。 そうするとね、それがコピペされます。引用した文章がコピペされますんで、それに続けて質問等を書いてください。それから、チャットワーク、文章や画像を削除する方法。間違えてアップしちゃった文章とか、画像を削除する方法です。これ、マウスポイント当てて点てんてところにね、マウスポイントを持ってくると、このコピー未読削除っていうのができます。この中の削除を選ぶと、選んだ文章が削除できます。 それと、チャットワーク、タスクの作成方法。これね、例えば24時間待って確認するとか、えー、2日待ってからなんか、えー、質問、返事が来なかったら質問してくださいとかいう時にね、このタスクを使います。まあ、忘れず覚えてる方は別にこのタスクは使う必要ないんですけど、まあ私なんかは、えー、これ、即答できないでね、えー、調べて、えー 書こううという時に、ね、タスク使ってます。マウスポイントをタスクに当ててクリックするとその選んだ文章がこのコピペされた形でタスクって窓が右側に出てきますそこにね誰がやる作業か、まあ、私に頼んだ作業を私に忘れないようにということで私を選んでいただいてもいいですし、まあ、自分で確認する作業で自分のところを選ぶというのでもどちらでもあるいは両方を入れるということもできますで期限 ここをクリックするとね、カレンダー出てくるんで、期限を選びます。そして、えー、期限と担当を選ぶと、このタスクを追加っていうのが、えー、クリックできるようになりますので、そこをクリックして、えー、作成完了です。まあ、このようにね、えー、チャットワークはもう本当、かなり、えー、ビジネス向けで、私も初めて使った時はね、まあ、えー、この辺の使い方、わからず何が便利なのかなと思ったんですけどね、えー、この辺のやり取りをしてて、あと、検索機能を使うと、 まあ、マニュアル代わりにもなりますし、まあ、かなり便利な機能なんでね、まあ、チャットワークの使い方の説明等がね、わからなければ、まあ、それを質問してもいいですし、何しろこの、えー、チャットでやり取りすることによって、まあ、かなり質問がわかりやすくスピーディーにやり取りできますんで、えー、十分活用してください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。